はい、どうも、ケンタ店長です。ね、今回は、ちょっとね、BMX で、プレイヤーに、他のプレイヤーに近づいてって、まあ、どんな反応をね、するかっていう、まあ企画っていうかね、ちょっとその、実験をしてみましょう。BMX でぐるぐる回ってみようかな。とりあえず何をするわけでもなく、とにかくプレイヤーに近づいてみると、それでそのプレイヤーの反応を楽しむというわけですね。はい、なんか今日俺声違うな。あれ、まあそういうくだらないことはいいや。じゃあそういうわけで、ちょっとそういうわけで、早速、行ってみたいと思います。はい、では BMX で他のプレイヤーの周りをぐるぐる回る動画スタートです。スタートです。はい、って回りましょう。行きましょう。というわけでね、今ボイスチェンジャーの、ね、スマホのボイスチェンジャーのアプリで撮った音声でちょっと最初挨拶してみました。長々とね、音声撮っちゃったんで最初動けなかったんですけど、早速なんか、ここ車になんか、うわーもう絡まれてるんですけど、まあ殺されるでしょうけど、ちょっとぐるぐる回ってみましょう。死んどるか。ああ、踏んじゃった。ああ、踏んじゃった。お金を回収しましょう。お金をね。とりあえずこの人の周りをちょっとぐるぐる回ってみたいと思います。一人一人が遠くて大変だよ。追いかけるのも一苦労だよ。逃げないでくれよ。ちょっとね、とりあえずさっきの説明と通り、ぐるぐる回ってみたいと思いますんでね、ひたすら追いかけると、まずはプレイヤーに会わないと話にならないんで。遠いんだな今回のセッション。なんだか知らないけど、プレイヤーとプレイヤーが、チャリで追っかけるの大変だよ。車なんだもの、みんな。なんかロデオだっけ、こんな走法があったら、なんか。よし、プレイヤー見つけたぞ。ぐるぐる回ってみましょう。さあ、どうする、どう出る。あれ、殺されるかなこれ。意外にすぐみんな攻撃してこないもんなんですね。逆に反応されないと、反応されないと困るなこれ。何にもしてこないっていう。
そう、ファッキュー、ファッキューってやってみようかな。めっちゃファッキューしてるんですけど、俺何にもこう、こんな感じで。すいません、あの悪気はないです、動画のためなんです、あの許してください。これ怒るんじゃないか、これ殺されるぞ、これ今これパッシブ解除してんな、これ多分今。殺されそうだな、パッシブ解除してくるぞ、これ。まあ、トンズラブラザーズか、これやろう、ほら。ほら、鼻くそ掘ってやろうか、鼻くそ、ほら。え？チリチリ、グミンども。これ、この視点で。多段ジャンプに挑戦だ。主観視点で多段ジャンプに挑戦だ。うう、気持ち悪い。いや、違う違う、当初の目的も一緒なの。ちょっと待てよ。いねえぞ、あいつ。いなくなっちゃいましたね、みんなね。まあ今の人は何も。よし、とりあえずね、ぐるぐる回るんじゃなくて、まあ、さっきみたいにちょっと中指立ててみようかなとね。企画っていうか、まあ作戦変更で、近づいて中指を立てるというわけで、とりあえずまず人に会わないことに話になる。こっちの方にみんないる。ちょっとめっちゃ遠いんじゃないこれ。あそこに集まってるね。ちょっとそこまで頑張って行ってきますね。ちょっとまずは、やべ、でもなんか今から向かおうとしてるとこの感情度がみんな真っ赤だし、賞金首もいるんだよね。不安だな、確実に殺されるんだろうな。これどっち、右か、一人いたよ、一人いたよ、一人いました。ちょっと中指立てていきます。で、悪気はないんですよ、普段こんなプレイしないですからね、俺 PK とかもそういうなんか人を不快にするプレイ大嫌いだから。大抵こうだ、だだ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 、イエーイ、ミニガン持っとる。ウエスタンハットかぶったやつがミニガン持っとる。ちょっと中指立ててみましょう。ファッキュー、ファッキュー、ファッキュー、うわー、死にました。
死にましたね、どうやら戦闘機さんの、爆撃を受けたようです。今のミニガン撃った人じゃなくてね、戦闘機の爆撃、あ、はい、自転車はこの通り、私のね、BMX はこの通り、タイヤだけになってしまいましたね、バラバラです。すんごいバランスいいね、このタイヤね。これですね、私の BMX。 はーい、タイヤです。このチャレンジもこれできないですね、個人車両でもこれ要請する、使用中の個人車両ありません。というわけで、動画続行不可能というわけで、今回の動画は終了ですね。はい、なんせね、動画はこの、タイヤだけになっちゃったんでね、これ僕の BMX は。見てくださいよ、ずっとね、壊されることなくね、乗り続けてきたね。まあ通販で買ったからって、別に限定カラーとかね、特殊なカラーじゃないんですけど、非常に愛着の湧いていたあの BMX は、この通り、タイヤになってしまいました。はい、まあいつかこうなることは分かってたんですけどね。企画、この企画の時だけ一応違う BMX 使えばよかったなって今、まあちょっと後悔してるかな。一応イクリプスターのね、うちの物件のね、一番右にかかってる BMX はちょっとタダンジャンプとか覚えたての当初から使ってる、BMX だったんですけど、いつもね、それで動画とか撮るときは左から2番目のね、真ん中のね、その壊されてもいい BMX 使ってたんですけど、今回なぜかちょっとその一番右のね、愛着の湧いていた BMX を持ってきてしまったんですよね。まあ、まさかこんなことになるなんて、まあ、予想してなかったっていうか、まあ予測するべきだったんですよ、実際だって中指立てるわけですからね、プレイヤーに。それはこうなるよね、こうなるよ、そりゃ。う